今日はキヌアとスプラウトのサラダ作っていきたいと思います。ボウルにキヌア、今日はキヌアだけでなくミックスで売ってるもうすでに、湯がかれているものを使ってしまいます。はい、ナンプラー大さじ1弱、レモン大さじ1、はい、これは今日はくるみ、ナッツ類、何でもいいです。はい、オリーブオイルを一回しかけていきます。スーパーフードのキヌア、それにスプラウト、とてもヘルシーなサラダです。はい、ここに今日は2種類のスプラウト使っていきます。今日は青じそ、紫キャベツ、今スーパーに行くといろんなスプラウト売っております。ブロッコリーやそばとか何でも 2,3 種類入れてください。はい、根元を切り落としてボウルに入れていきます。スプラウト入れましたら、さっとあえて器に盛って、最後に黒胡椒を振って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントもぜひ